トベ所属の元、キング、リンチェプリンスヒーローのようネット、限定ドラマ界での注目度が多く、オファー殺到殺到。近年、日本のエンターテインメント業界は地上波テレビドラマに加え、ネット限定ドラマの制作が急速に増加しています。 これらのネット限定ドラマは、制作費やキャストにおいて地上並みドラマに匹敵し、時にはそれを超えるほどの注目を集めています。とりわけ、芸能事務所、とべに所属するタレントたちが、多くの制作会社からオファーを受けていることが話題となっています。本記事では、その中でも特に注目されている元、キング、リンチェプリンス、 平野市用に焦点をあって彼に寄せられた奥オ,オファーについて詳しく探ってみますマックス。戸部所属タレント、ネット限定ドラマで躍進、最近、日本のエンターテインメント業界では、ネット限定ドラマが増加傾向にあります。これらの作品は、地上並ドラマに負けないスケールと制作費を誇り、多くの俳優たちにとって新たな舞台として注目されています。 特に注目を集めているのは芸能事務所、とべに所属するタレントたちです。今年5月にネットフリックソダ配信がスタートしたサンクチュアリ、聖域、6月には離婚しようよ、そして7月には見たらしか炎上するなど数々のネット限定ドラマが公開されました。 これらの作品は豪華なキャスト陣と高品質な制作で地上波ドラマに匹敵するクオリティを誇っています。特に、離婚しようよに出演した西木戸亮は2019年にジャニーズ事務所を退所して以来、久しぶりの活動として話題を席巻しました。 このような中でネット限定ドラマの制作会社は飛べ所属のタレントたちに注目していると言われています。一般的なテレビドラマとは異なりネット限定ドラマは事務所の意向に左右されず自由なキャスティングが可能です。しかし、人へに人気俳優を起用するだけでは新鮮味に欠け視聴者を引き込むのが難しいとされています。 そのため、今回の争奪戦で注目されているのは、地上波での活動が難しいが、多くのファンを持つ、飛べ、タレントたちなのです。平野市、ヨーネット限定ドラマ界で注目の、存在飛べ、タレントたちの中でも、特に注目を集めているのが、元、キング、リンチェプリンス、平野市ようです。 彼を主演にネット限定ドラマを制作すれば、多くの新規会員が獲得できると言われており、そのために置くオファーも飛び交っているとのことです。平野紫耀は、グループ、キング、リンチェプリンス、一員として活動し、そのカリスマ性と演技力で多くのファンから支持を受けましたた。しかし、2019年にジャニーズ事務所を退所し、以降は個人としての活動を展開しています。 そのため、ファンからは彼の新たな活動に対する期待が高まっており、その期待に応える形でネット限定ドラマの主演オファーが殺到しているのです。奥オファーを受けた平野耀はこれまでの地上並みドラマとは異なり全世界に向けて配信されるネット限定ドラマに興味を示しています。 ネットフリックスをはじめ、アマゾンプライムなども彼にオファーを出しているとの情報があり、その可能性に期待が寄せられています。飛部所属タレントたちの魅力、飛部所属のタレントたちがネット限定ドラマの主演に起用されている背景には、彼ら自身の魅力が大きく影響しています。 彼らは一部の例外を除いて、地上並ドラマに出演することが難しい状況にありますが、その一方で多くのファンを抱えています。彼らの活躍が限られているため、その希少性が高まっており、ネット限定ドラマに出演することで新たなファン層を取り込むことが期待されています。平野紫仕を例に挙げると、彼は、キング、リンチェプリンス、 しての活動で幅広い層からの支持を受けてきましたタップ。そのため、彼を主演に据えたネット限定ドラマは、数多くのファンを引きつけることができると考えられています。また、彼自身が海外での活動に意欲的であることから、ネット限定ドラマのグローバル展開にも期待が寄せられています。 日本のエンターテインメント業界において、ネット限定ドラマの人気が急速に高まっています。このような中で、芸能事務所、トべに所属するタレントたちが注目を集め、多くの制作会社からオファーを受けています。その中でも特に注目を浴びているのが元、キング、リンチェプリンス、平野仕様で彼には多くオファーが殺到しています、います。 飛べ、所属タレントたちの魅力と希少性が、彼らをネット限定ドラマの主役に抜擢させています。これらの作品は、地上波ドラマとは異なる新たなエンターテインメントの形を提供し、視聴者に新鮮な感動を与えることが期待されています。今後も、飛べ、所属タレントたちの活躍が注目されることは間違いありません。